かな。はい、すいません、いきなりちょっとわたわたしてしまってワープしますっていうのを忘れてしまったんですけど、まあ今回の台数は9台ってことで、まあ9台で今から鈴鹿に向かいます。ですね、何やろうかな。まあさっきちょっと高速走ってたんですけど、自分なかなかこういうマスっていうのが初めてなもんで、もうみんな SS とかもうビッグバイクの人が多いんで、ちょっとついてくのに精一杯やったんで、まあいろいろ申し訳ない部分がありますけど、まあ気分を切り替えて楽しみましょう。まあ去年はですね、去年も行ったことあるんですけど、バイクはその時は、この時も和室で7台ぐらいやったと思うんですけど、その時は確か、まあ、今回みたいに SS の空はそんなにいなかったんで、まあ今回ちょっとついていくのに精一杯なんですけど、まあ頑張ってついてこられるように走ります。おお、わあ、やっぱイベントあれだけ多いですね、バイク。やっぱ今回はバイク多いですね、どこも。それにしてもいい音やな、言葉が詰まってし、ここは言葉が詰まってしまう。ああ、うん、やっぱりこうやってまっすぐするとき先導走大変かもしれないですね。あいつもあの人が先頭になってくれて走っているので、まあ、いつも本当にありがたいと思ってます、ほんまに。あの先頭の人は結構走るのは早いんで、最近でもだもう一台バイク購入したとのことなんで、 SS のバイクをする気のやっぱすごいですわ、ほんまに。もう爆音だらけやこの辺すごいよね。自分のマフラーもちょっとうるさいんですけどね、まあ、トークが下手でちょっと申し訳ありませんが心は温かく見守ってください。ここはどこなんやろな、もう多分三重県やとは思うけど、鈴鹿に着いたんかな、ここは多分間違ってるかもしれんけど。今回はちょっとモトブロガーさんも来るみたいなんで、まあ、どっかで会えたらいいですけどね。まあこんな自分がモトブロガーやっとるって言っても、そんなに発展することはなかなか難しいとは思うんですけど、まあできれば、まあこの動画をきっかけに、まあ、チャンネル登録とか増えてくれたら本当は嬉しいんですけどね、まあ、見てくれるのも嬉しいです、とても。まあ最近でもちょっと5人ぐらいチャンネル登録者数が増えてきたんで、まあ、この調子でちょっと
頑張って上げていこうかなって思って思います。ん、ガソリンスタンド寄るんかな、さっき言っとったの。そういえば、いや、それにしてもかっこいいな。あれも鈴鹿サーキット行く人らかな、多分。え、タイヤこれもあれなの、すごいな、結構使っとる。それは大丈夫か。まあ、なるかな。すごい斜めになってる。止め方が斜めになってる。はい。こっち安いな、やっぱ。安いな、こっち、鶴ヶ谷。安い。うん。大丈夫かな。フッシューってなっとったな。どっからなったんやろ。なんか。え、どういうことやろ。ちょっと容器入りそうやな。わ、すげえ、車やん。なんでやろ、どっからなったやろ。プッシュって。どうなった。ガソリン大丈夫かな。他の人あれ取ったけど、さっき。あとは向かうだけですね。さっきのプシューっていうのは何やったんやろ、びっくりしたんやけど。どこも漏れとる様子はないけどな。そろそろ着く頃を使うね。これ帰りガソリン大丈夫かな。持つかどうか不安やな。しまったな、さっき入れとけかった。まあ帰りまた入れるやろうけど。トンタしまった、もうちょっと前行けなかったな。ああ申し訳ない、ほんまに。ああタケ君がちょっと遅れとるな。ディスペ系乗りの人とやばいな。綺麗ですね、この自然が。
鈴鹿サーキット見えてきました。あと1キロか。あー風が強いな。いやー、それにしてもいい天気ですね。バイク日和や、ほんまに。やっぱ三重県民って鈴鹿の設置だけあってバイクも多いですね、今日。ここら辺は多いわ、やっぱ。とは言っても県外から来る人が多いとは思うんですけど。お、ホンダドリームや。バイク置いてあるな。鈴鹿サーキット。おー、かっこいい。センターっぽくはな、あれ。レプソルいいな。乗ってみたいな、ホンダのバイク。ゴールドウィングもあるやん。すげえな。ガソリン持つかな。あ、青や。油断した。さあ、何があるでしょう。フルカールのバイクもあるんかな。CB や。いろいろ使用してみて、それで決めなあかんな、バイクは次の。確か鈴鹿サーキットでもハーレーのバイク乗れるなんか体験があったような気がするんですけどね。試乗会みたいな。島歩きた。バッテリー持つかな、これ。バッテリーそういえば見てないけど、どんぐらいメモリあるんか。じゃあ一旦近くになるまでワープするか。じゃあすいませんけど一旦切ります。はい、お待たせしました。もうそろそろ着きます、鈴鹿サーキットに。いやー、1年ぶりやな。去年以来やわ、鈴鹿サーキットは。あの楽しさをまた味わえますね、今回も。いやー、楽しみや。さて、オトブロガーさんおるかな。会えたら嬉しいですけどね。まあ、このマシンもあんまり負荷かけないように安全に行かないとね。走り方が悪いんかな、自分の。まだまだ初心者ライダーなの、初心者ライダーなもんでね。ああ、前がわからんくる。ああ、ここはゴーカートやな、多分、おそらく。ゴンドラ。ゴンドラだよ。ん？ゴンドラか。いやー、バイク多いですね、今回も。大丈夫かな。
あれここからやったっけな、去年。あ、アクションカメラや、動画撮っとるっすやん。おお、ゴーカートやってますね。すごい。133円か、レギュラー。安いな。地元と比べれば全然安いですね、ここ。あそこ動画で見たな、なんか、誰かの。誰の元ボロワーさんの動画かまではわかんないですけどね。なんか、あそこでガソリンスタンドを入れとるのは見たことあります。そういえば今回、2周走るみたいなんで、自分のガソリンが、どこまで持つか心配ですね、これじゃ。入れときやがった、さっき。Ha ha ha!